斜め上で格闘技やってる人からすると、あ、なるほどなというような考え方が実はちょっとベースになるんですね。その辺もちょっと含めて説明をしつつやっていきたいと思います。結構意外とね、顔面攻撃に対してすごい不安を持っている人にすると、意外とこの考え方が結構希望になってきます。で、通常はね、これ正眼に構える、正眼のように構えて、相手の攻撃に対して実際受けるんじゃなくて一切やばないです。もう一回で3、3、相手をするんですけども、攻撃に対して受けるんじゃなくて突き出すという、こういう動きが基本の動きになります。まあ細かく言えばこうやったりとかいろいろやるんですけど、まあこれは今日は置いとっていいです。考え方を覚えてほしいんですけども、この中で考え方が、例えば通常格闘技だと倒したいので、お互いこういう感じの打ち合いなんですね。こういう、まあ結構上下の毛そんなになくて、まあ、前に向かって力を使っていくような動きになるんですよ。でこれは条件が相手と同じなので、当然自分のパンチも当たるけど相手のパンチも当たるんですね。でこれを一旦ゼロにして、例えば攻撃に対して突き出すという動きがあります。これはちょっと結構なかなかない動きなんですね。もう一個ね、考え方として、例えばちょっとこんな感じ、極端な話ですよ。別に付き合わなくていいじゃないですかって話なんですよ。倒すことを目的しないで、こういうことができるんですね。でさらにこの状態で狙ってあげてみてください。こんな感じで、結構ね、頭は実はこういう感じで動いてます。こういう感じで、要するに手だけだとこういう感じですね。それに頭の動きが入ると、結構ね、相手に関すると的がこう動いちゃうんですね。そうすると当たりにくいんですよ、実は。ただこれはね、大きく動いてないんですよ。要するに手をちょっとこのぐらい、10センチ、頭を10センチぐらい。ところが手と頭の関係性が変わるとかなり動くように見えるんです。現実はそんな動いてないんですよ。ちょっと頭を振りながら的を縛らせないと同時に手も一緒に使うから、これによって相手からすると結構動いてるように見えるから、なかなか当てづらいんですね。まあこれはいわゆるベーシックな考え方です。ベーシックな考え方、この3つのポイント、攻撃に対して受けるのではなくて、むしろ手を突き出す、そういう感じで、さらにはその場所をこだわらない、どしっとついて、そこで打ち合うということを考えない、どんどん動いていく、構えもどんどん変わっていく、かつ、自分も手を動かしながら、頭も自由に動かすことで、結構、こういう感じで自由度の高い戦いができるようなんですね。こういうのをね、ちょっと皆さんでちょっと学んでいただきたいんですね。なので今から練習するのは、相手が、ライトな感じでね、攻撃をします。それに対してまず第一段階は手を突き出す、受けるというのを忘れてください。手を突き出すことによって攻防一体ですね。いわゆるこう受けと攻撃が両方使えるようになります。だから受けをやった瞬間、相手と同じ同僚の立場です。だから一切受けをしない、まずは手を突き出すという癖づけをしてください。片手でもいい、両手でもいいです。これをね、ちょっと皆さんでやっていきます。ただしポイントなんですけど、まず構えがだんだん癖で、ね、ちっちゃくなってくると格闘技的な感じなので、これやると相手はすごい攻撃しやすくなります。だから攻撃しにくい状態っていうのはこういう感じです。遠くに感じますよね、心理的にね。これやりにくいです。あとしっかり手のひら向ければいい。だんだんね、こんな感じでやる必要ですよ。これでね、壁作ってないんでいい。これです、心理的な壁。この状態で手を突き出す、手を突き出す、はい、格闘技的な世界になるので、これはもう攻撃しやすいんです、相手に。で、イメージとしてはここをむしろ打たせてくださいっていう感じです。ここ痛いだけですから倒れないですよね。いや、倒れたら打たれたらダメなのはこのこめかめから後もないんですよ。あとここね、これ打たれたらちょっとまずいですよね。でもそれ以外だったらいいわけです。要はここは捨てるんです。そうするとどうなるかっていったら、無の半歩前に出れるんです。こんな感じ、こんな感じ、わかります？理屈わかりますよね。顎を引いて手を上げて、そらのこれ横から見たらどうですか？この守りバックですね、この辺ね、肩でこうなったらダメなんですよ。これ顎もらいますから、こうです。これだったらもう相手から見ると当てる場所でだいぶ限られてきますね。この状態で突き出すこれだけです。これだけ、これで癖づけなんです。だからこれができないとどうしても格闘技的な動きをし始めます。そうすると互角になるんでどっつき合いが始まるんです。そこからどっつき合いになったら強い方が勝ちます。それを避けるための技術なので、もう一回ちょっとそれ意識してやってください。はい、行きましょう。では、いつかないっていうことですね。いつかない、とらわれない、こだわらないというこの3つのキーワードを覚えてるんですけど、もういつかないです。そこにいつくってのはもう気持ちもいつかないです。もうそこにいて何とかしなきゃっていうのを捨てます。で、こだわらないです。価値にこだわらない、もうそんなことどうでもいいんです。で、とらわれないです。当然とらわれないこと、常に自由に動くんです。だから今の動きにさらに自由に動くんです。これを今から練習しますね。はい、自由にこだわらない、どんどん自由に動いてください。こだわらないことをこの意識で動きました。さらにはこのもう少し手と頭を動かしましょうね。ちょっとお願いします。よろしくやる。そう、こんな感じで、手と頭の位置に反響を変えていくことによって、またこうやりにくい状態を作ることになりますね。それをちょっと皆さんでやっていきます。私も頭もいろいろ動かしていきます。その中で、突き出すとちょっと圧力感じますね。これのところもちょっと含めて、ちょっと皆さんでやってみてください。では行きましょう。パリコンそれで聞いたことありますよね。ビジネスでの世界でよく言われますよね。で、要は重要度をこの辺が80% としたら、この 80% を守ることに注意するだけだったら 20% の労力できる。ところが 100%、 要するにもう31発ももらいたくないってやりだすとどうなるかというと、残りの 20% も守らないといけないんです。これって 80% の労力ですよ。無駄なんです、これって。はっきり言って、だから捨てるっていう発想をするだけです。戦時の発想っていうのは一部捨ててるんですよ。なぜかというと、ここは死なないから、痛いだけ。そうすると 20% の力で戦えるから、もう一歩踏み出せたりとか、あるいはそこからいろんな展開に持っていく余裕が生まれるわけですね。もちろん技術があるの話ですよ。なので、そういうふうな発想で、取り組んでいただきたいんですね。で、今度はですね、もらっていいよってことですよ。実際パンチ一発ももらわないってことないです。やっぱりここも入ることもあります。それはもう当然ですよ、実践なんで。それは気にしないということですね。これに対してもちょっと後ほど説明します。次はですね、今度は連打です。連打に入ります。さばきながらさばきながら、その合間で連打ですという感じです。連打ですね、バーッと。これも倒すとかいうことではなくて、バーッと連打を入れることによって相手にひるませたりとか、あるいは動き止めるというのを持っている。ここから先は例えば、離脱することもできるし、あるいは場合によっては投げるということもできるんです。ちょっとやるください。こういう形で連打を入れることによって、次の展開として投げるとかということも理想ですよ。理想はできるようになります。この辺のところをですね、ちょっと皆さんで連打につなげるというのをちょっとやってみてください。では行きましょう。今回の動画気に入っていただけましたら、高評価ボタンを押してください。また、これからですね、役立つ動画をどんどん配信してまいりますので、チャンネル登録していただけますととても嬉しいです。それと、リクエストをどんどんお答えしていきたいと思いますので、コメントに入れていただきたいと思います。以上です。男気マックス。